みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎっこちゃんです。うわー、はい、ということで長州審査員へ来ました。はい、引いていこうと思います。で、狙うキャラクターなんですけれども、いや、まあモーセ当たればもうね、最高だモーセって感じなんだけど、まあとりあえず私の場合ラックマックスしていないラック順で見ていた時に、そのもう間もなく運極になる勢がたくさんいるんですよ。で、言うてしまえばこのヘイムダルから上全部そうだからね。なのでこれ当てられたらいいなと思ってますけれども、まあカムイは当たるだろうな。では残り1体だから、これは全然ありえる話。ここら辺まだ持ってないもんね。そうだよね。じゃあまあここら辺狙っていけたらなと思います。ということでやっていきました。10連目ね、レッツゴー。さあ出るのか。1回目からね、幸先いいスタートを切りたいというところはどうしてもありますよ、私。だからここで確定よ、プチュン。ああ出ないか。うわっ、オーマイガー。まあしょうがないね。うん、まあちょっとここ黙ってね、見届けてみよう。この10連は星5が出れば最高のスタート。なんだ、爆死じゃねえか、いきなり。おいおい、今回の長州審査さ、下髭さんの結果を見てほしいんだけど、なんかあんまり熱くない気がするんだけど、気のせいかな。気のせいだな、多分な。昨日本当、オーマイガー、いきなり来ちゃったじゃん、確定が。ありがとうな、本当に。もう一回来るとは思わなかったよ、俺は。ここで、まあ、カムイをパツッと当てて、まずはここで運極にしときたい。うん、カムイをここで終わらせる。うん、フィニッシャーカムイ。ね。ここでフィニッシュです。パイプフィニッシュ。あ、マナだ。あ、すごいな。なんだってこれ。え、待って、新しいキャラだ。ドンキヨーテ、モーセ。おいおいおい、え、ちょっと待ってくれ。星5が1,2,3,4,5,6 体出た。え、10分の6で星5。こんなんなかなかないで。え、どういうことこれ、すごくない？マナもモーセも出て、限定2キャラ出たよ。下井さん、これやばいわ。マジで？やばい、6体出た。何それ。見てきた、ほら、見てきた、ほら。よいしょ。待って。さあ、こっからほら。こんなんだよ。ふざけんなよ。なんだよこれ。これやばいんだけど。やばい。え？いいな。え、やばい、今回の超重心祭。暑い？暑い。さっきと言ってることと全然違うけどさ。まあいいや。じゃあお仕事戻っていただいて。ありがとうございます。いやー素晴らしい引きですね。本当は下平さんに当たってほしかったな。当たってなかったらバレちゃうよ、これじゃ。いや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 。え？最初にバカにしたからこれ出てってこと？あ、そういう流れがやっぱりあるの？これガチャリールは何これ？ド M なのこの人。ね、なんだったら今回のモンタマレベル5まで貯めるとガチャリールの赤ちゃんみたいなの当たるじゃん。うわ、うん、あれ欲しいよね。そう、モンタマ見た、みんな。ちょっと一瞬だけ挟むね。ストライクショットの声がめちゃめちゃ可愛いんだこれ。いくよ、せーの。すごいでしょこれ。今までのあれとは違うんだよ。タスとかのストライクショットとは違うんですよ。今回オリジナルだよ多分これね、多分、うん、じゃあ続きいきましょう。33個残しだね。ここも確定のプチューンが欲しいな。せーのだよね。そう簡単にはプチューンしないよね。ヒゲがやっぱり一番新しい確定ってことなんで、どうしてもヒゲが出るとなんかいいもの出るって感じしちゃうよね。しかも一番嬉しいよね。いや、またマナ。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。下平さん。ん？来て。7体。なんなの？え、なんなの？すごくね？なにこれ。だってこの20連で、うん、あ、これ何時も引いたけど、うん、20連連続で星5が6と7だから、何体？そう、算数できないから、13体。13体。やべえ。あれじゃないの？なんか、日頃のご愛顧ありがとうございますってことだ。ああ、課金してっから。そう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 。ああ、なるほど、そういうことですね。うん、なるほど。もっと出してね。もっとお金ちょうだい。もっとお金ちょうだい。え、リアルだな、そこは。じゃあ次行きましょう。いや、やばいな。20連連続じゃねえや。なんなら10連挟んどったわ。やば。記憶が飛んでた、今、一瞬で。若年性の地方所なもしで俺ね、ちょっと嫌な予感するんですけど、物事ちゃんと考えながら生きないとね、ボケちゃうんですよねこれ。はい、カムイ。うん、すごいじゃん。おっと、
すげえ3体出た。星5カムイ、パンドラと、アンデルセン、ありがとうございます。あ、カムイ出たじゃん。じゃ混ぜちゃおう。そうだそうだ、カムイ混ぜる混ぜるって話したもんね、さっきね。いやマジかよ、今回やべえな、この引き。なんだったらやべえな、本当にやべえな。ああ、これ神化させたいな。そうすると違うキャラクター運極にしたって扱いになって、紋章の今期じゃねえな、なんだっけ、紋章ポイントみたいな名前忘れちゃったよ、ドワスでしたよね、うん、ああ、ありがとうございます。ぬーっていうね、唯一こうじゃないんですよ、知ってた皆さん。これこうじゃんね。で、重心化もこうね、進化前もね、なのに神化だけ人っぽいんだよね、やっぱね、ここに関しては。はい、そんなわけで運極になりました。じゃあ次いきます。めちゃくちゃ引いとるよ今回、やばい。どうなってんのこれ。え、これ壊れたか、ガチャリドラぶっ壊れた、あるよこれ、ぶっ壊れた説。今回でちょっと検証できるわこれ、とんでもないことになった。あ、エドワード・ティーチ超飛。え、あ、ヌアーザ、あー、ファントム4体出た。え、何これ。まあでも言うて 12% ぐらいなんだよ確か、確率が。ほら星5率 12% なんだよ、一番上ね。すごいな今回、10連で 1.2 体、そんな簡単なね確率計算じゃないと思うんですけども、ざっくり言うと出ちゃうんですよ。とはいえもうそれを超えちゃってますからね今回ね、やばいんじゃないですかこれ。おい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 、ちょこちょこ爆死挟んでるけどさ、対抗棒、そうそう、すごい中国系だね、うん、中国系のキャラ出たねこれ。さあここで星玉も出ちゃうと。でここで当てたいのはモーセ。あー、確定が来なければ限定ではないな、それは。そういうことか、それはしょうがないな。おお、なんだっけ君は、君は何だっけか、トモエ御膳だ。なるほどね、トモエ御膳だってなんかお腹空いてくんだよね。なんかお弁当でなんとか御膳ってあるじゃん、あれ食いたくなっちゃうんだよ今。まあ食ってないから今日何も。まあいいや、次言います。あと30連ね。いやこれほんとぶっ壊れたな完全に、ここまでぶっ壊れた思わなかったよ。初めてじゃない、こんなに星5がたくさん出てんの。100連で過去最大級かもしんない、これ持ってないよ普通に。過去最大で星5出てるって褒めると、あ、オッケーオッケー、ハンターキングとルビー、懐かしいなハンターキング。あと20連、いや素晴らしいですね、本当に素晴らしい、ありがとうございます本当に。うん、確定は大してないけども、もう1回が1回ぐらいあったぐらいか、うん、もう1回が1回ってなんかやかましいな。まあいいや、上の段で1体出てくれれば安心なんだよね。おお、阿部の生命ありがとう、重心化キャラですね、大当たりです。じゃあラスト10連いきますかね。ここでバチッと限定キャラ当てて、動画の方を締めたいと思います。だから確定来てくれ、せーの、ストライクショット、左右2回転頼む、オーマイガー、でも限定が出るって信じてる、頼むぞマジで本当に頼む。いや爆死締めだけはやめようですね、頼むぞ本当によ、おい。おいおいおい、最後にちょっとね、ボックス見っか、なんか当たったかこの中で。当たってないじゃん全然これ、おい。え、陽線とかは、あ、いや違うな、違う、ちょっと混ぜりつくタイムさせてもらっていい、ちょっとだけ。うん、これは別に動画を10分以上にして広告をたくさんつけたいから時間を稼いでるってわけではある、うん、だけどやらせてくれ、どうしてもやりたいんだこれは、こういう時にやらないとなかなかやる機会がないんだこれ、うん、何が当たった、まあいいや、